皆様、本当にまずはじめに心からご支援をいただきましたことに感謝を申し上げたいと思います。音入ってませんでした。大丈夫ですか？8時当確、信じられないです。本当にありがとうございます。本当に地元大阪をはじめ全国つつうらうらからご声援をいただき、そして私が知らない人までもチラシ巻いたよとか声かけしたよって、その方のツイッターで私を応援してくださっていることを見るとか、本当に全国の皆さんご支援ありがとうございました。ありがとうございます。ただ複雑な気持ちなんです。それは安倍元総理がお亡くなりになったことです。ですからなんか嬉しいっていうか、そうでもないというかですね、ますますこの日本の社会の中でのさまざまな問題、これを深刻に受け止めて前に進んでいかなければならないという思いなんです。そして安倍元総理と私は議論を長年にわたりしてきたお方ですので、本当に心からご冥福をお祈りする気持ちでいっぱいです。そんな中で今日8時過ぎに当選確実という本当に予想もしない早い時間に当確を打っていただくことができました。私は嬉しいという気持ちと安倍総理の死を悼む気持ちと、それともう一つが責任重いなという思いです。そして今もこの時間も仲間の戦った候補者の皆さんがまだ現状当選するのか落選するのかわからない中で見守っていらっしゃる方がたくさんいますので、私一人が通って喜んでる場合ちゃうと、しっかりじゃないかんという思いです。特に今回は地元高槻島本、そして大阪の皆さんが全国頑張ってこいと後押ししていただいたこと、そして全国各地でボトムアップの政治、ボトムアップの選挙、ボランティア型の選挙ができたこと、そして私は公共交通の政策をずっと続けてきて、全国の公共交通で働いている仲間の皆さんが各地で支えてくださったこと、いろんな NPO の人たちが辻元さん NPO 法を作ってくれてありがとう、僕らが今度支えるわと言ってくれたこと、いろんなことが脳裏をよぎります。47都道府県のうち44県回りました。しかしそこでたくさんの人たちの私の黙ってられへんを集めて私は選挙をやりました。この私の黙ってられへん声をしっかりと解決するために私はずしりと重い責任を背中に背負って、もう一度国会の正門をくぐることになります。ですからこれからが本番だと思っております。特に経済の問題、格差や、それから物価高、そしてこの格差や貧困が暴力やテロを生み出すと世界中言われております。そして戦争と平和の問題も待ったなしです。ですから立法府が
果たす役割は非常に大きい。その中でどれだけの議席になるか分かりませんが、立憲の仲間が苦しい中で選挙を戦っている。ですから一人でも多くの仲間が当選することを祈りつつ、こういう時代だからこそ強い野党をしっかり作っていくことが日本の方向性、おかしな方向に行かないように、かつて私たちの国が雪崩を打つように戦争やまたいろんな事件が横行するような時代を経験しておりますので、そこにしっかり歯止めをかけることができるようにしっかり頑張っていかなきゃいけないというように思っております。どうも皆さんありがとうございましたという気持ちと、全国の皆さん、これでできた一つのつながり、ネットワーク、ムーブメント、市民運動のような選挙でしたので、をこれから再起動させて日本明るい方向に引っ張っていく、そんなみんなと歩む政治を作っていきたいと思っています。今日は本当にありがとうございました。